それでは繊維について説明します植生が時間とともに変化していくことを遷移って言いますはじめ何にも植物がいないところにも苔やあとは地類なんかが侵入してきてね、だんだん草が生えてそして木が生えて森になっていくこうな流れを遷移って言うんです植生っていうのは植物集団のことです まず基本的な内容をおさらいしておきましょう。繊維っていうのは、土壌がないところから始まる一次繊維と、土壌があるところから始まる二次繊維に分けられます。今回は一次繊維を主に見てみましょう。二次繊維ね、土壌があって、その土壌の中にいろんな植物の種子とか、あとは地下部、植物の地下部、つまり根っことかがあるから、すごく繊維が進むのが早いのが二次繊維。 今日は、こう、はじめからね、見ていきたいから、一次繊維の方をちょっと詳しく見ていきましょう。火山噴火なんかでできた、土壌も何にもない場所を、拉致って言います。裸の土地と書いて、拉致そこに、苔植物や地衣類が侵入してきて、抗原ができます。次に、草本が侵入してきます。細かいんですが、一年で枯れちゃう一年生草本がはじめに。 次に多年生草本が侵入してきますその後木が生えてきます幼樹が侵入して幼樹と葉樹が混ざった森になってそして最終的にはクライマックス、葉樹林になっていきますここね、なんで幼樹林が先にできてその後ね、葉樹林がクライマックスになるかっていうとだん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 林床が暗くなってくると幼樹の芽生えが生育できなくなってだけど葉樹の芽生えは生育できるから イインジュリンがククライマックスになるんですね幼児とインジュはこんなイメージね、幼児が先に侵入する、ね、まるで成長のすごく早いチェーン店みたいな感じ、ね、何かこう開けた土地があったら素早く侵入する、ね、そしてすぐに成長する、一方、インジュっていうのはかなり寿命が長いものが多いです、ね、ずっとそこに居続ける、ね、ずっと繁栄した、まあ、老舗のお店みたいなイメージです、まあ、あくまでイメージですけどね。 まあここまでしっかり捉えれば、ねえっと、平均点、まあ、ぐらいまでは取れるかな、もう少しこのあと詳しく見ていきます。それじゃあ、丁寧に見ていこう、この拉致ね、ね、えー、保水力が乏しい、ね、まだ土壌がないなんて言われたって、いまいちイメージできないよね、噴火が起こったばっかりの場所、どんな場所かっていうとね、こんな感じ、ね、全然みんながイメージする土壌っていう土壌がない、ね、土っていう感じじゃない、ね、こんなものがゴロゴロ転がってる感じ。 ね、やっぱり保水力、乏しそうだよね、硬いしね。あとね、苔植物と地衣類、これも身近にいるんで、探してみてください、苔植物と地衣類、苔植物っていうのはね、明確な陸上植物だけど、地衣類っていうのは、菌類とあとは藻類なんかの共生体です、だから、地衣類っていう生き物がいるわけじゃなくて、実はね、2種類の生き物が共生して暮らしているものを、僕たちは間違えて、1種類の生き物だと勘違いして、地衣類っていうふうに始め 名付けてしまったんだね。だけど、チー類っていうのは菌類と藻類なんかの共生体です。まあ、こう見るとどっちも過酷な環境にすごく強い生物だけど、こう見ると全然違いますね。コケ植物とチー類。これは少し細かいけどね。チー類ね。菌類の方は、まあ、水分などをね。藻類に提供するで、藻類は光合成で作った有機物を菌類に提供するっていう風にまあ、お互いにメリットのある関係を結んでいますね。チー類。 裸の土地に衣をかけてあげる、ね、拉致裸の土地に衣をかけてあげるっていうふうに覚えちゃおうあとね、えっと、この繊維の初期段階この繊維の初めの方で侵入する植物をパイオニア植物って言います厳密にどの植物とどの植物がパイオニア植物だって決められてはいないんだけど比較的この繊維の初期に侵入する植物を総称してパイオニア植物って言います 例えば、大バヤシャブシなんていうパイオニア植物は根っこに根粒っていうコブみたいな膨らみがあって、その中に窒素固定細菌が共生しています。窒素固定細菌は空気中の窒素をアンモニアの形にして植物に提供しています。アンモニアはまあ一般的な言い方をすれば肥料だよね。このアンモニアを使ってね植物は アミノ酸なんかを合成して生育するわけです一方植物は光合成で作った有機物をこの窒素固定細菌に提供していますお互いにメリットのある共生関係を結んでいます続いて一年生草本と多年生草本について見ていきます一年生草本っていうのは種子の形で年を起こすんでそしてこの種子っていうのは乾燥にものすごく強いので厳しい環境でも分布を広げることができます 一方、多年性草本は自分の体の一部を土壌の中に残しておくので、2年目以降、そこに蓄積した養分を使って素早く成長することができます。なので、1年生草本が種から発芽してなんてやっている間に、素早く成長して、素早く葉っぱを展開して、生育空間を素早く占有する、そんなことができるのが多年生草本です。厳しい環境に有利な1年生草本。 過酷な環境に真っ先に侵入してくる。だけどその代わり、1年生、1年で枯れてしまう。ね、次の年はもう一回初めから、趣旨からやり直し。一方、多年生双方は、1年生双方よりも侵入が遅れてしまう。それはやっぱり、それなりに豊かな土壌がないと、多年生双方は侵入することができない。やっぱり多年生、長年生きるわけだから、それなりに豊かな土壌がないと侵入できない。その代わり 蓄積した養分を使って2年目以降、素早く成長して生育空間を奪うことができる。例えるなら、1年生総本が0ページ目から宿題やるって感じ、多年生総本は前の年にもう50ページ宿題を進めてるって感じ、何にお前まだ0ページ目みたいな、多年生総本は、いや俺去年ねもう50ページ進んであるから、そこからやればいいだけだからみたいな、もう土の中に自分の体を残してるんで、そこから素早く成長して生育空間を 素早く奪ってしまうっていうのが種生長本です。続いて低木林と葉樹林も見ていきます。低木林って言ってるけど、この低木普通は葉樹です。葉樹っていうのは樹木になる陽性植物、陰樹っていうのは樹木になる陰性植物です。一般に葉樹の種子は小さいです。種子が小さいってことは栄養は少ししか入っていないけど、小さいってことは 遠遠くくままででで簡簡単単にに運運ばばれれるるってことですだからまず真っ先に幼児が侵入してくるんだねじゃあ種子は小さければ小さいほどいいのかっていうともちろんそんなことはない何で印字の種子が大きいかっていうと中に栄養が詰まってるから大きいんだ中に栄養が詰まってるってことは光があんまりなくて 光合成しにくいような場所でも種子の中の栄養を使って成長できるってことだ。つまり、日陰に強いっていうことだ。次に、幼児輪から陰樹輪へ繊維が進んでいく。この流れもチェックしておこう。幼児の芽生え。芽生えっていうのは赤ちゃんのことだね。幼児の赤ちゃんは、すごく明るいところで光合成速度がとっても大きい。その代わり、呼吸速度も大きい。一方、陰樹は、 明るいところでもそれほど光合成速度は大きくならない。その代わり、呼吸速度も小さい。確かに、インジの芽生え、ね、光合成速度が幼児の芽生えよりも遅いかもしれない。ね、だけど、呼吸速度も小さいってことは、呼吸っていうのは有機物を消費する活動だから、有機物の消費速度も小さい。少ない光でもやっていける。ね、実は、インジの芽生え。 少ない光でも生育可能なのは呼吸速度が少ないことが要因の一つなんだ幼児の芽生えは呼吸速度が大きいので光補償点が大きい光補償点っていうのは光合成速度と呼吸速度が等しくなる時の光の強さのことだけどまぁ、あ、簡単に言えば 生ききるることができる生育することができるギリギリの光の強さ、ね、光保証点より小さい光の強さでは生育できない、死んでしまうっていう、その限界の光の強さ、ね、そんなイメージだ、光保証点。光保証点が大きいってことはとっても強い、光の元じゃないと生育することができない、幼児の芽生えは明るいところじゃないと生育できない、一方、呼吸速度の小さい印字の芽生えは光保証点も小さい。 なので小さい光でもね弱い光の下でも生育できる。それがインジュ。この光合成っていうのは有機物を作る、つまり生産行為なんで、明るいところで光合成速度が大きいってことは、より早く成長できる。有機物を合成してより早く成長できるってことだ。だから、幼児の成長って明るいところではすごく早い。だけど、幼児がどんどん大きくなって、幼児が大人になってくると、だんだん影が出てくる。 臨床がだんだんん暗くなってくるすると、幼児の芽生え、幼児の芽生えは光保証点が大きいので、つまり強い光の下でないと生きることができないので、生育できなくなってくる、ね、だけど一方、光保証点の小さい陰樹の芽生えは生育できるので、どん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 陰樹が大きくなっていく、そして陰樹輪となってクライマックスになるわけです。 一応あのの床っていうのは森林の地表面のことね。森林のの地表面のことを臨床っていうからね。なんか床のイメージで覚えちゃおう。ここまでが大体教科書の内容かな。おさらいすると、ね、はじめ栄養塩類もない、ね、保水力もない、全然水分が保たれない拉致。そこに苔とか地衣類が侵入してきて抗原、ね、そして草本、ね、草が侵入してきて草原。ね。 この初めのはめ方に侵入してくる植植物物パイオニア植物という、ね、そこから幼児が侵入してくる、ね、低木林になり幼児林になる、で幼児林、ね、だん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 木が大きくなってきて臨床が暗くなってくると幼児の芽生えは光補証点が大きく生育できないが、印字の芽生えは光補証点が小さく暗い臨床でも生育できる、ね、やがて印字林営となってクライマックスになるわけです。さて、ここからは発展です。 繊維には今見たような、ね、ある程度のパターンはあります。ある程度の方向性はありますが、例外ももちろんたくさんあります。見てください。これ。苔植物や地類がほとんど見られない中、双本がいきなり侵入してきます。まあそんな例も実はたくさんあります。これは大島の写真です。また、こんな根本的な疑問も湧いてこないでしょうか。この繊維は、 数百年もしくは千年を超えるスケールで進んでいきます一人の研究者が生きることができる年数はまあ長くたって100年くらいこれどうやってこの繊維を研究すればいいんでしょうかそもそもそこで噴火の記録が役に立つわけです例えば200年前に噴火が起こって拉致に戻ってしまった A 地点 1000年前に噴火が起こって拉致に戻ってしまった B 地点、4000年前に噴火が起こって拉致に戻ってしまった C 地点があるとします。そしてそれぞれ A 地点が現在は低木林、B 地点は根光林、C 地点はインジュリン。そうすると、あだいたい200年ぐらいで低木林になるんだな、1000年ぐらいで根リ林になるんだな、ね、4000年も経てば、ね、十分インジュリンになるんだなってことが分かるわけです。でそんなふうに A 地点、B 地点、C 地点のそんな 3つの植生を並べることででが進んでいく代々の流れを予想すするるこことがでできるわけですこれも大島の写真だけどこの辺の植生とあとは向こうに見える植生なんかちょっと違うなーってわかるよね,ねこんなふうにいつその植生が破壊されたか、ね、噴火などによって破壊されたかの記録と現在の植生それを照らし合わせることで大体の繊維の流れを推測することができるんだね。 これは大学内容ですが、繊維を研究する難しさもあります、ね。それは時間だけが単純に変化したとは限らないからです。周囲の植生が変化したかもしれない。ね、周囲にどんな植生があるか、周囲にどんな植物があるかで、どんな植物が初めに侵入してくるかも変わります、ね。気候や標高、そして人の活動なんかも影響します。ね、もちろん光の差してくる方向も影響があるし、ね、次、同じことが起きたら、 同じように繊維が進むのか、それを確かめる術はなかなかありません。こんなうにいろんなちょっとね、難しい繊維の研究の課題もあります。では、ご清聴ありがとうございました。もう一度復習してみてください。